こんばんは、おばちゃんです。本日はこのニュースから行ってみたいと思います。スケキヨ、カンコレで顔出しした男は偽物だったと告白、詐欺なのではと疑問の声が転生て。あのね、スケキヨがね、カンコレで顔出しした男がね、ヒカルが率いるネクストステージで、まあ途中で今からスケキヨの素顔を探したいと思いますとね、なんか宣言して、なんか抵抗するスケキヨをみんなで寄ってたかって捕まえて、なんかトレードマークのね、仮面を外したんだって。そしたらね、中から、豚ゴリラが出てきた。ごめんな、言い方悪いね。言い方悪いね。ゲームやってない人だとわからないと思うけど、でも名前の、なんかニュアンスで、まあ、どんなのかってな、みんなに分かってもらえるかと思うんだけど、デモンゴルゴみたいなのが出てきたのよ。デッドバイデイライトっていうゲームあるのね。それに出てくる、キラーの、デモンゴルゴみたいなのが出てきてね、ダンスしたりして、なんかその、まあ、会場ではね、なんか驚きの声が上がったんだって。わーすごいとか。でもネットではね、これデモンゴルゴじゃねとか。そっくりさんっていう声がね、噴出しちゃったのよ。で、スタッフは、本日、スケキヨが出演予定だったけども、出演できなかったことを関係者のことを含め、誠に、申し訳ありませんでしたってね、本人ではないことを認めて謝罪したのよ。で、スケキヨの親戚に不幸があったんだって。だから、欠席したことを、事情ね、説明しているんだけども、プライベートなことなので、動画でまた改めて謝罪をしたいと思いますみたいなことをね、言ってんのね。素顔を見せることを歌ってて、集客したっていうことなら、これ詐欺になるでしょ。実はね、みんなに申し訳ないんですけども、おばちゃんね、YouTube で一番動画見たの、このスケキヨの動画なのよ。昔なんか武器とか召喚してたりしてたじゃん。おばちゃんね、めちゃくちゃ好きなのよ。ごめんなさい。今回怒られてる方には叩かれそうですけども。おばちゃん、面白くてさ、一番見たかな。もう、YouTube 厳しくなっちゃったじゃない、そういう武器とかそういうのを紹介するの。詳細で紹介するんでもいいんじゃないのかなと思うのよ。スケキヨってね、実はトーク面白いのよ。みんなそれを見に来てたと思うんだけど、なんか紹介するの詳細に変わったとしても見てきてくれる人いっぱいいると思うんだけども。なんかね、なんていうの反動、なんか洗濯機とかバケツの中に機械をなんか設置するとなんか、くる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 回って動くやつとか、そういうのでもいいと思うのよ。スケキヨのトーク面白いのよね。でも、今回、明らかに、これ、会場に来てくれた人にはちゃんと説明しなかったじゃない。始まる前に言えばまた違ったと思うのよ。こう不幸があったら、もうさすがに、ねえ、いや、そりゃしょうがないかなと思ったと思うんだよね、ばっちゃん。でも、言わなかったわけでしょ？で、謝罪動画で、例えば素顔を晒したとしてもよ。プラスにはならないと思う。それでも批判は殺到すると思うのね。これ本当にみんなに納得してもらうにはさ、やっぱり、ネクストステージでやったわけでしょ？だから、ちょっとね、スケキヨに、前から、お前なんで髪の毛半分なんじゃつってさ、真っ黒にするっていうのどうかな。そしたらね、みんなの納得してくれちゃうから。まあそれをやるなら。それか、両サイドとも、緑に髪の毛、塗って、カッパにしたるわっつって。見た目もカッパじゃない。で、髪の毛でも全部緑にしたらさ。そこまでやるんだったら、今回の件はってみんな思ってくれると思うよ。このカッパだっつってさ。
髪の毛染めるやつさ、光の頭にぶちまけたら、それはみんな許してくれると思うわよ。いや、見たいわ。このカッパがっていうの。なんか、いろんなイベントとかに出たりさ、コラボとかさ、いろんなのやるようになったからさ、スケキヨってなんか、落ちしちゃったんだけど、元のスタイルに戻ったらどうかな。おばちゃん待ってるんだけど。中国の方でね、すごいニュースあったのよ。月360時間労働で表彰、中国のブラック企業最優秀社員に批判が殺到。中国のソーシャルメディアでこの動画が拡散され、波紋が生んだぜ。中国のね、湖南省に勤めるシュエ・ディン・タオさんがね、年間最優秀社員として表彰された記念のパネルに、まあ、これをね、問題視するネット民の声が爆発したのよ。なんでかっていうと、360時間月よ。1日12時間。で、全く休みも取ることなく、360時間以上働く、労働姿勢を経営者側が絶賛したんだけども、何、この、ブラックという自覚がないのかという声がね、続出しちゃったのよ。360時間。わお。日本は1日8時間でしょ。で、週40時間。すげえ、2倍近く。でね、このね、スウェーディン・タオさん、同情の声が集まると思ったらね、批判の声でね、もう殺到しちゃったのよ。この方がね、確かに強制されて毎日12時間働いてるわけではなく、労働力を摂取されてるわけでもないんだって。で、仕事内容もそれほど重労働というわけではないって。希望すれば休暇も取れるし、3ヶ月ごとに、1週間の有給を取っているっていうこととか、あと、長時間働けば給与がもらえる。私は金を稼ぎたいだけっていうふうにね、言ってて、あ、じゃあこいつも、ブラック企業に加担してんじゃないかっていうね、声が多いんだけども、言わされてるでしょ。これ、どう見ても言わされてるでしょ。死んじゃうよ、そんなに働いたら。仕事なくせーの困るしさ。ね、行ったら行ったね。なんかよく言うのに、ね、ここの会社がそうかどうかわかんない。中国ってそうじゃない。一回また消えることとかあるよ。怖くて言えんよ。いやー、ちょっとね、これは叩くのはかわいい。でももし本当にそうだったらね、で、3週間に1週間の有給を取ってるっていうことは、それ以外に休みを取らなきゃいけないじゃん。で、例えばさ、1週間の有給取ったって言ったら、今度また計算が変わって、1日、12時間半とか13時間に変わってしまうわよ。それは直した方がいいんじゃない？ねえ、シエさん、なんていうのかな、足引きずったりとかさ、ねえ、ちょっと手の動きがぎこちなかったりっていうことが起こるかもしれないじゃん。ちょっとね、緊張しすぎてね、おばちゃんも言いすぎて怖いからさ。結局、ね、3ヶ月に1週間の有給って、それはね、ちょっと、休暇、それ以外に休暇を取らなきゃいけないんですよ。ちょっとね、せいさん、会社ともう一回話し合った方がいいんじゃないのかしら。私を物にしたいなら、もっと、ズビビとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市立クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。